はい、ビデンジョーです。先の続きです。ちょっとあの先途中止まってもったんやけど、まあまあそれはしゃあねえから、だからあとこれ、まあ、一応バッと撮りたいんやけど、またもうこういうとこはあともうワイヤーブラシとかああいうなんちゅうかな、こういうとこワイヤーブラシとかなんかああいう細かいなんかもうガーってあの何やったかな、もうちょっとこの細いこう入ってるやつあんねんけど、まあそれでもええし、もうそのままパッとつけてもええしな、もうめんどくさいし解くの、まあそれ、まあ、まあとりあえずこれでワイなんで、これからちょっとこう触ってみて、ちょっとまあまあどうしても高鳴るから、もう高いとこはハンマーでタンパンパンと低くしてやります。今見てくださいね。まあまあもうこれぐらいでパッともうやって、もあとはもうパッとごまかします。ですね、まあ、とりあえずこれをずっとこういう感じでずっとやっていきます。こうなんで、まあ、とりあえず今日ちょっとここまで穴塞ぎたいな。あともう中もやらなあかんし、もうこの中もひどいんやんか、見て、もうこれ全部やらなあかんから、まあ、とりあえずもう納期もだんだん迫ってきたし、ちょっとずっとあの何やったかな、あの岐阜行ってなんかあのサイリングずっと、トニットだから、全然やってなかった。絶対これ怒られるで、これ絶対。もうまあ、とりあえずそれはええとして。今からジャーッとやっていきます。だから、あの、ブースを中入れてんやん、今日。今週。ブース見て。ほら。ブース中入れました、塗装工場の中。見たわかる？これまあ、負け子ブースです。もう一応中入れてて、でちょっとこれにちょっとバーッとからつけました。さーっと、綺麗に。まあ、とりあえず、仕事、また。頑張ります。まあ、とりあえずそんなもんかな。まあ、とりあえず以上かな。ほんで、最初はパネルモード使う思ったんやけど、パネルモードってあの高いんやんか。高いし、あの扱いにくいから。あんま俺、別にあの嫌いじゃないんやけど、嫌いではないんやけど、パネルモード。理論はすごい好きやねんけど、やっぱあの手間かかるよな。難しいし。うん、まあ、とりあえずこれをバーッとやっていきます。穴を埋めていきましょう。それでは一旦切ります。ではもうめんどくさいし解くの、まあそれ、まあ、まあとりあえずこれで Y なんで、ね、これからちょっとこう触ってみて、ちょっとまあまあどうしても高鳴るから、もう高いとこはハンマーでタンパンパンと低くしてやります。今見てくださいね。まあ、あ、はい、ビデンジョーです。先の続きです。ちょっとあの先途中止まってもったんやけど、まあそれはしゃあねえから。だからあと、これ、まあ、一応バッと置いたんやけど、またもうこういうとこはあともうワイヤーブラシとか、ああいうなんちゅうかな、こういうとこ、ワイヤーブラシとかなんかああいう細かいなんかもうガーってあの、何やったかな、もうちょっとこの細いこう入ってるやつあんねんけど、まあそれでもええし、もうそのままパッとつけてもええしな。大きいもだんだん迫ってきたし、ちょっとずっとあの、何やったかな、あの岐阜行ってなんかあの、サイリングずっと、トニットだから、全然やってなかった。絶対これ怒られるで、これ絶対。もうまあ、とりあえずそれはええとして。今からジャーッとやっていきます。だから、あの、ブースを中入れてんやん、今日。今週。ブース見て。ほら。ブース中入れました、あの塗装工場の中。見たわかる？これまあ、負け子ブースです。まあ一応中入れてて、でちょっとこれにちょっとバーッとからつけました。さーっと、綺麗に。まあ、とりあえず、仕事、また。頑張ります。まあ、とりあえずそんなもんかな。まあ、とりあえず以上かな。ほんで、最初はまあパネルモード使う思ったんやけど、パネルモードってあの、もう、これぐらいでパッともうやって、あとはもうパッとごまかします。ですね、まあ、とりあえずこれをずっとこういう感じでずっとやっていきます。こうなんで。まあ、とりあえず今日ちょっとここまで穴塞ぎたいな。あともう中もやらなあかんし、もう、この中もひどいんやんか、見て。もうこれ全部やらなあかんから。まあ、とりあえずもう。